演武開演。どうも、本日も知らぬ道路果汁 100% 実感フルーツ倉庫の中から本日で最後を締めくくるのはこちらパイナップルです。これが一番気になってたんですよね。やっぱ食べる機会が少ないからかな。なんでだろう。では舐めてみます。めったに会えない分大切にします。ブドウと同様にパイナップルのグミも食べたことがあるのですが、やはりこれもそれと同じような果汁が口の中に広がって、おい、さっぱりできます。いや、さっぱりというよりは濃厚だからうっとり。いや違う。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。